木村武山7月3日昭和17年11月29日は明治から昭和初期の日本画家。横山大館、下村勘山、菱田俊草らと共に岡倉角造の下で日本画の近代化に努めた。明治9年、茨城県笠間市に旧笠間藩市、木村信義の長男として生まれる。本名は慎太郎。父は、 廃藩後に機能した後、笠間銀行を設立、頭取りとなるほどの実業家で共闘の人望家だった。早くも2歳頃から、地元の南画家、桜井花良に、指示、12歳頃には、竹山の号を用いている。竹山の号は、笠間のシンボルとも言える助白山、山上の別称、阿武山に由来する命名という。明治23年。 地元の西茨城連合高等小学校を卒業後に上京、東京海星中学校に入学するが、翌年、東京美術学校普通科に編入する。ここで、同校教授の下村観山の強い影響を受け、囲碁画家としての人生を観山と共に歩むことになる。またこの頃、川端玉章のが塾、転身者で学ぶ。明治29年9月に卒業後も同校に泊まり、 日本画研究会進む。同年、日本絵画協会第一回展に、官邸供給と関月で二等法上を受ける。明治30年2月には、平泉中村寺金色堂修復に助手として参加。翌年10月に創立された日本美術院に参加。最初は福音だったが後、成員となる。同年12月1年志願兵として、この F 表第一連隊に入隊している。 明治三十五年頃から、先輩の下村勘山との強い絆が生まれたようで、谷中初根町の八県家に、勘山や大勘と共に住み、朦老体への批判で世評が厳しくなった、美術院を支える、中心作家としての立場が明快になっていく。明治三十七年二月に起こる、日露戦争では、J かつてのこの絵不評第一連隊に応唱され、七月陸軍不評注意に、任官し、 八月には、十七位に上位される。明治三十九年、関山の水挙により岡倉ら,らの伊豆浦井店に、一家を挙げて同行する。竹山の代表作の多くは、この伊豆浦時代に描かれており、後半期の画業の主流となる仏画も並行して、描き始めた。大正三年、大寛、関山らとともに、日本美術院を再興、経営者、評議員、同人の三役を兼ね、 以後中心的存在として、院の経営に尽力した。昭和12年、脳内出血で倒れ恐竜、笠間で西洋、病で、右手の自由が効かなくなったため左手で筆を取り、左竹山の異名を取る。昭和17年、全速のため死去。法名は、大霊院に栄誉れうあや竹山古事。墓所は、木村家の菩提寺である、笠間市の月荘寺のほか。 自邸内の大日堂に分骨された。作品初期は歴史画が多く25歳頃から主に花鳥画を描く。大正初期は林派の手法を用いた壮麗な作風が特徴的である。1916年、笹川林風と共に山と河内巡りをした際、関心寺の二尾林、観音座像に共担したのをきっかけに、 後年は仏画を多く描いた。優れた色彩感覚を持ち、日本美術院切手のカラリストと評された。ありがとうございます。